はい、じゃあですね、昨日1日かけてバッテリーを充電しましたので、ちょっとレンズをつけて設定していきたいと思います。で、レンズは、この 24mm70mm の F4 のレンズ、これをちょっとつけてみたいと思います。標準レンズですね、 F4 投資の標準レンズをつけたいと思います。よいしょ。装着した感じはこんな感じですね。で、電源を入れてみたいと思います。はい、スイッチをオンします。あ、日付の設定ですね。で、東京ソウルでサマータイム切りで、ここでこんな感じで立ち上がりました、ちょっとメニュー設定してみたいと思います。はい、じゃあメニューを押して、はい、でですね、これをに、まあ、昨日言ったんですけど、この、互換縦位置グリップを買ったんですけど、ちょっとまだこれ、試してないので、一回試してからまた動画にしたいと思います。で、このまんまだと、まあ、こっち縦位置グリップがついてて持ちやすいんですが、まあ、ちょっとね、言われてる小指が余るという状態になってますので、皆さん買っている、このグリップエクステンションというのを買ってみました。はい、じゃあちょっと出していきたいと思います。カップの中はこっちに踏まえた本体と、はい、グリップエクステンションです。 GP-X1EM GP-X1EM です。はい、で、まあ結構、YouTube でも上げてる人が多いので、特に説明することもないと思いますが、こんなじゃあ取り付けてみます。はい、この裏に、まあ、ここの三脚取り付けネジのところに、まあ、こいつをつけてやればいいだけの話だと思います。ね、こうやってよいしょ、で、このこっちがあるんですけど、それを
ここのポッチに合わせるように取り付けてやるということですね。こう締めて、見えないか、このポッチをここにガチッとね、ってやって締めると。そうするとこれがね、ここを中心としてこれがぐぬっと曲がらないっていうようになっています。ただこれだけのものなんですけど、はい、で取り付けた感じがこんな感じです。こんな感じになりました。後ろから見るとこういう感じですね、はい、で握るとこれがちょうどこうですかね、はい、こういうふうに小指が小指でつかめるというようになってます、うん、結構本当に握りやすくなりますね、これ1個だけでね。で質感もこのね滑り止めみたいなの握り心地がまあいい感じじゃないでしょうか。ただ置いた時にこうか斜めに傾いてしまう、こうねこう斜めにここが上がってる分斜めに傾いてしまうっていうことがありますけど、まあ別に斜めで置いとけばいいって問題はないかなと。あとバッテリーを変えるときにいちいち緩めなきゃいけないと。これ全部外さなくてもいいみたいで、こう緩めてスライドさせてでこう変えてやればいいので、穴にはまるとカチンと音がしますね。このポッチがこう押し込んでなバネで縮むようになってますね。縮んで穴ぼこに来た時にポンとこう飛び出すようにできてますので、それでカチッとこうはまるようにはなってます、はい、それでちょっと動画撮る時とか飛びやすいんじゃないでしょうかね。でもう一つですね、買いました、ピークデザインさんのカメラリストストラップ、はい、これを買いました。首からぶら下げるストラップをつけるのはあまりやらないので、まあ、かといってねこうなんかで落としちゃうと嫌なので、評判がいいこのピークデザインさんの、リストストラップ、まあ、手首にこういう風に手首につけて使用するストラップ、これを買いました、はい、こんな感じで物を買いました。で中身がこんな感じですね。アッシュモデル、ブラックとアッシュとあってアッシュの方を買いました。で中身を出したらまあ本体がありまして、で、こういうなんかポーチがついてまして、ポーチの中にまあ予備のこのここの部分ですねのパーツがついてました。で、あとはなんかこういうロゴのものですね、ポーチと本体が入ってまして、予備のこの留め具が入ってました、はい、で、まあここの部分を
一応カメラつけといて、でここから入れてカチッとやるとカメラがカメラにストラップが止まるようになっているということです。ではじゃあカメラに取り付けていきたいと思います。ここの穴な三角形の金具ついてたんですけど、あれカチカチ落として嫌なんで外しちゃいましたんで、ここにこの金具にこれを通していきます。いいよ、お意外とすんなり通った。でこれを見えないな通して、よいしょ、なんかねじれてる、ねじれてる、はい、まあこれで、でまあこれ自体はそんなにカチカチは割と硬い紐なので頻繁にこの揺れたりとか、これすごく揺れたりとか多少ね擦れる音はしますけど、あの三角形のよりは全然マシかなと。で、こっちのストラップですね、これにここから入れて、でカチッとここで止まると。で外すときはこう押し込んでずらしてと装着した感じがこんな感じです。手についてまして、こうです。で、まあ、ここの金具のところで広げたり輪っかを縮めたりすることができるので、こう入れて、でちょっとこうね手首に手錠のようにつないで、これ、まあ、万が一なんかで外れちゃってもこれぐらい、これぐらいの感じではぶら下がっているとですね。こんな感じで、はい、ということで今日は α7-3 の、メニューを設定して、それ用に、グリップエクステンションと、ピークデザインさんの、カメラリストストラップを買って取り付けましたという動画でした。まあこれでね、だいぶ、使えるようにはなってきたと思うので、またこれを使って動画をバンバン撮っていきたいと思います。まだね撮影のテストをしてないので、どんどんやっていきたいと思います。あ、それであと R3 との違いなんですけど、このダイヤルが違うと言ってたんですけど、この表示だけじゃなくてロック解除ボタンがついてるのが R3 で、7-3 はついてなくて、でこの表示なんですけど、R3 の方はちょっと何
掘り込んであるっていうか、掘ってるところに、塗料を流してインクを流して作ってあるんですけど、セブンスリーの方は単純に上から描いてるだけ、印刷してあるだけみたいなものを作りになってます。まあなので R3 の方がちょっと高級感があるかなっていう感じはします。そういう違いがありました。